はい、こんにちは、ジョーでございます。お食事の時間です。母ちゃんが今日は鶏のささみ、これわざわざささみを買いました。仕入れを増やしております。あと豆腐は賞味期限切れて、言ったらダメ、賞味期限切れて私が食べる仲いいんですよ。私のもので、昨日の日付でした。私が食べるんです。あの人が私、自分の入れてない、入れてない、見てやんか、どう見えた、いただきます。まあ、なんとか言っておりますけれども、ブロッコリーのささみ炒めです。これマヨネーズかけたらいいんじゃない。今はどっちどうか自分の味を尊重する、卵が辛いから卵と一緒に食べたい。これ入れていい、言っていいのこれ。うん、さっきね、のがね、お前食べるのかやんな、食べてる時に会話ぐらいだったらいいだろうって言ったら、いいの、このやりとりだったらいいんじゃないか、無視無視してる、だからダメなんじゃないかなって。もう一回入れて、入れていい、無視してる、ブロッコリー入れていい、ここに入れる、もうダメですよ、あ、かぶっとしてるぞ、寝たいからもう寝ながら食べてる、寝ながら食べてる、メス見てよお前、メス見て、うん、ごめん、うん、あ、こうやって会話を詰めた、母ちゃんが斉藤チーズとか喋って、でっかい料理で私が美味しいものを作って食べて動画作ってね、お前の喋りでアンチコメントいっぱい来てイメージが悪くなる、やめろって言うんですよね。食べろ、食べるだけでいいって言うんだよね。そうして、そうしておきたいんですけど、何回食べたくない、もう一人で食べておきますな、一人で食べればいいの、夜寝る前に、だそうです、一人で食べます。これは無口で食べるの？じゃあねえ、無口で食べればいい、動画楽しいの？食べ物見る動画だから、うん、そうですか、うん、言うこと聞いてしばらく食べないで撮ったんですよ。4ヶ月か5ヶ月前ぐらい。ちょっとアンチが多かったから。全く伸びなかったやつ、動画撮って。あの子の動画見てください。4ヶ月か5ヶ月ぐらい。30益はいい方でしょ。やり続けますよ。あれから伸びるの？やり続けて。らしいです。我慢するしかない。どこまま食べないの？かけなくてもいらっしゃいまみたいな。ねえ。なんぞい。
我慢強いとは、お客さんが来てもいらっしゃいも言わない、無視する。お客さんが言ってるよな、さっきな、上手になってな。今日取り逃がしたな、500円。見てください、これ。トウマルごと、めっちゃ。トウが入ってん、あいつの。普通、賞味期あるときは自分のにいっぱい入れますよ、俺。うん。大事な体だから、弁当作る。食中毒、俺はいなくてもいいから、大丈夫。めっちゃ豆腐入れてる。これ1個？私とそう誕生日なんですよ。誕生日前にしてこう腐った豆腐食わす人いないじゃないですか。ああ、豆腐だから豆腐用みたいな感じ。腐っても大丈夫だから。なんで自分は食べない。デリケートだから、お前は。おにぎり作らんといけないから。おにぎり作らんといけないだ。金にならんから。大分とか言ったら、まあ、福岡でもそう、あと北海道でもそう、暖気って、唐揚げだけであるじゃないですか。唐揚げ、昨日誰か言ってくれたら、唐揚げめっちゃ盛り食ってたんですよ、ご飯と。パックのやつで。もろ唐揚げだけ。なんで弁当売れないよね、沖縄でね。めっちゃ唐揚げ。大きいからだけ5個ぐらい、それとご飯がパックになって2つ出て、あれなんかちょっと高いだろうね、あれ800円ぐらいすんね。ああいうの作る？いつも何だったかな。何だったかな。食べ物の人じゃないんですよ。食べたんですよ、唐揚げ。配信の人だと思います。石川さんって。あの人が唐揚げ食ってます。肉も、これも、
配信やってる人で市川さんって言うと、市川さん何市川って台風とか撮ってると何とか食べてました。めっちゃ大きい唐揚げ、ここくらい。あなたもといつもなんか物もらってるんですけど、ピザとか食うやすいんです、送られてくるやすいんです、ピザ。ピザ1枚とか。受け取り拒否、受け取り拒否すると、運賃の着払いなんですかね、相手が。そうでもしないと、成り立たないですよね。冷たくられてきますよ、あの配信の人は。あの人も急激に伸ばしてますよ。前に行った時は20万ぐらいだったんですけど、今年の初め頃。今50万ぐらい行ったって言ってましたから。はい、ありがとう。